皆様、こんにちは。今日は一般社団法人和のたしなみ塾の代表理事をされている宮本喜恵さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。和のたしなみ塾とは何でしょうか？はい、一番大事にしなければいけないのがやはり心の在り方だと思いますね。江戸の女性たち、江戸の生き方、昔の日本人はみんな大事にしていたことは、助け合ったり、分かち合ったり、支え合ったり、そういう生き方ですね。ですので、愛がある生き方、美しい言葉だったり、行いだったり、考えることだったり、そういうものをまず前提にしまして、着物を着て、日本人のもともとの衣装であります着物を着ながら、美しいその所作を学んだり、歩き方とか身のこなしを学んだり、それからお茶などを通していろんな作法を学んだり、それから江戸の文化とか日本の文化の学びをしたりとか、そういうものを大事にしてやっております。それで皆さんに、たしなみ美人、たしなみ達人になっていただきたいと思ってやっております。はい、ありがとうございました。